どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。この動画はテニプリの強化進化解説のパート2となっております。パート1で全ての新キャラを紹介していますので、もし新キャラ情報を見たい人はパート1からチェックしてみてください。ここからパート2です。既存キャラの強化情報の方を確認していこうと思います。いきましょう。まずは越前からですね。こちらはもうすでに発表されているんですが、聴覚生が追加されてますので、聴覚生確認していきましょう。聴覚生はスキブ10強 L 字独体性プラスでした。はい、スキブ10強 L 字独体性プラスになっていて、まあ10強3つがメインにはなると思いますけど、一応スキブロックとか独体性プラスとかいろんな使い道ができます。はい。でまあね、進化スキルが5ターン右上と左上ルーレット生成に2ターンヘイストスキル進化してくれて、その後進化後が1ターンの間敵全体を木に変化、1ターンダメージ無効貫通全動力が5ターンで打てます。はい。なのでこの越前龍馬に関してはですね、無効貫通枠としても使えて、かつ軽く出せて、しかもリーダースキルは激減4コンボ加算攻撃24倍火の回復4倍をウルトラの相方としてもかなり強いので、龍馬は相当活躍してくれると思いますので、評価はかなり高めです。かなり強いと思います。はい。で、続きまして手塚です。はい。手塚は、月部毒プラス、雲 L 字プラスです。はい。で、10強2つ L 字6つで、あとスキブ6個とか、あとは超学生スキブつくので、スキルブースト8個持ちでも使えますね。スキブ8個で使えるの結構強くね、普通に優勝だと思います。はい。で、スキルがね、落ち込んだしダメージ無効1ターンヘイストスキル進化で、その後が高速ルーレット1個生成指2倍 80% 軽減が6ターンです。この高速ルーレットっていうところだけは少し気になりますが、まあ 80% 軽減持ってくれてるので、それこそ屋上とかにおけるね 80% 軽減枠としても使えたりとかして、リーダースキルもね、水の攻撃回復が3倍水焦げし1個につき攻撃力3倍1コンボが38コンボダメージ減固定したダメージと、これはねロイヤルノーチラスとかね、そっち側で使える性能してるかなと思います。これが手塚でした。どちらともかなり強いと思います。この2体はもうすでに発表済みのキャラです。さあ続きまして藤修介です。こちら見ていきましょう。まず覚醒からバインドスキブプラス封印無効貫通10強3つ回復泥強プラスボイスです。小学生はスキブ7強雲回復泥強なんで、スキブ4つとか10強3つ7強無効貫とか、あとは雲耐性回復泥強、いろんな使い道があります。進化スキルはこちら1ターンの間自分と木の攻撃力が5倍3ターン遅延スキル進化で、進化後が5ターン3コンボか3、5ターンエビか2倍が5ターンスキルです。これは編成によってはかなり強そうだけど、使い道もまあ難しいですね。ただ言うて1体で5ターンの間の3コンボか3と5ターンの間の指2秒延長、ごめんなさい、指2倍ですねをループできるので、ルーレットを使うような貴族戦の編成とかにおいては十分活躍してくれると思います。リーダースキルは木の6個でダメージ軽減攻撃7倍4コンボか3、木の全パラ 3.2 倍です。最強サブとまでは全然いかないですけど、普通に回避も割れてこのスキルなので面白い使い道はできそうですね。さあ続きまして阿久津です。こちらからです。でバインドスキブ独体性プラス10強3つ 2way4 つにボイスもとなっております。はい。で、超学生がスキブプラス7強闇コンボ強化気コンボ強化 L 字プラスです。10強3つ7強に 2way4 つで使える視点で火力は結構高そうで、スキルは進化スキルで3ターンの間敵全体を水に変化、3ターンダメージ無効貫通全泥強スキルが進化で3ターン無効貫で進化して、その後 HP が1になる代わりに全泥6を強化、3ターン指が 1.5 倍2コンボ化さんが3ターンスキルです。なんか指延長コンボ化さんループめっちゃ多いけど、これ強いのか謎です。僕にはあまりわからない。でも阿久津は火力は出せるので、貴族性の 2way 枠としてはまあ十分強そうは強そうですね。はい、続きまして、跡部恵子です。こちら、それから、バインドスキブプラス、封印無効貫、7強8個ボイス持ちです。7強8個無効貫持ってて、小学生、スキブ7強独体性プラス、無効貫通です。火力は出せなくはないかな、みたいな感じで、長寿力でももうあるかな、そう。進化スキルです。まず1段階目が18ターンで2ターンヘイストしてスキル進化、その後2段階目で1ターンヘイストして進化です。めっちゃ強いやん、これ。2ターンヘイスト、1ターンヘイストしてくれて、最終段階が2ターンの間敵全体を火属性に変化、2ターンの間ダメージ半減5コンボ加算が6ターンスキルです。半減スキル持ちかつ非変化があって5コンボ加算、なんか属性変化多くない？何これね、なんか嫌な予感しますけど、これなんすかこれ。めちゃくちゃ嫌なことを思いついたんだけど、アグリゲート潰したいから次は防御力40億くらいのキャラいっぱい出そうぜみたいな風になっていて、テニプリで属性変化用意しといて、属性変化スキル使えば、ね、倒せるように調整しよっかっつって、もうやめよう、もうほんとこういうフラグやめようマジで。これ聞いて運営がそれしたらマジで嫌だし、で2ターン火に変化に2ターンダメージ半減5コンボ加算です。リーダースキル76マスリーダーなんで普通に強いかなと思います。これがアトムですね。ちょっと待って、うちは別にあれだけどさ、リーダースキルしてたけどさ、阿久津のリーダースキル思いっきりこれ76番目リーダーじゃん。黄闇の HP と攻撃が2倍、黄闇同士ダメージ半減、攻撃12倍。めっちゃ強いやん、これ。え、76リーダーでこれは超強いですね。阿久津まずめっちゃいいキャラだわ。76リーダーはさすがに強い。で、アトビに関しては76リーダーでこれ持ってるので、かなり強い部類に入るかなと思います。実際76かどうかって結構でかいからね。76リーダーで勝つこの性能となるとアトベもすごく強いですし、でこの阿久津に関してもかなり貴族性の 2way キャラとかにおいては活躍してくれそうな感じはありますね。はい、続きましてこちら、真田です。まず覚醒からスキブ10強4つ、非コンボ強化、比列2つボイス持ちで、超覚醒、お邪魔プラススキブプラス無効貫10強持ってます。だから10強4つ無効貫通とか、あとは超覚醒10強もつけれるんで、10強5つとかもできます。はい、火力は相当高いんじゃない ?10 強5つだからね。25,125,625,3125 倍。火力はかなり高いですね。進化スキル、ドロップロックを解除し、最上段1列を火に変化。2ターン遅延スキル、進化が5ターンスキルで、進化後はロック解除、最上段、最下段を火に変化。1ターンダメージ無効貫通が5ターンです。おっとなんか強そうなスキル持ってるよ、これ。さあ、リーダースキルです、こちら。おぉ強いなんやこれ。火の6個消し1個につき、3項目が3、固定500万ダメージ。火の HP が 4.2 倍、10コンボ以上で攻撃力が 2.5 倍です。はい。なんだこれ、強くない普通に。あ、ロック消し1個につきだから、なんかサモンみたいなノリとかになるのか。あとはそれこそ、ね、真田ループしてあげてさ、火のロック消しループしてあげてね。で、まあ殴り続けるみたいなのもできたりとかして、結構おもろい性能してると思いますし、あとスキルで自身が無効貫通持ってくれてるので、無効貫通運用もできるから、普通に楽しい性能してると思います。まあただスキルターン5ターンなんですよ。結構重いんですよね。5ターンって結構重いので、強そうなんだけど、実際使うってなれば、この5ターンで6解除、最上段、最下段、火に変化、1ターン無効貫通。5体でしょ。5体入れてループは結構しんどそうなんで、何かしら工夫は必要かなと思いますが。まあ、ただまあそうですね。3コンボが3、6ベーシ1個につき発動するんで、リダフレ7とかにしてあげてね。6個消し2セット組んであげたら、もうリダフレで12コンボ加算、かつ固定500万ダメージ発動して、HP4.2 倍、10コンボ攻撃25倍みたいな感じでね、火力出しつつ使っていけますから、まあ、なかなか面白い性能をしているのが、こちらの真田になるんじゃないかなと思います。はい。まあ、周回要因としては、強いかどうかわかんないですけど、まあ、少なくとも持っておければ、何かしら使い道は絶対ありそうなキャラになりましたね。これが真田です。あと10強4つで火力、10強5つで火力出せるのも強いかなと思います。という感じが今回の新キャラたちでした。どれも一体一体すごく面白い性能をしていて、まあ、引ける、持ってる人はかなりラッキーかなって感じです。まず、越前と手塚に関してはもう無条件で強いので、この2人は必ず使ってみたいところではある。富士に関してはね、回帰泥強4つ持ちにできたりとか、10強3つ無効が7強で軽く出せて、スキルも5ターン3コンボが3、5ターン指2倍ですからね。コンボが3指延長力ということでかなり面白そう。阿久津も76リーダーですしね、かつ10強3つ 2way4 つに7強とかで軽く出せて、3ターン無効貫通スキル進化で、HP1 になる全泥強3ターン指、コンボが3ループができるのも強そう。何より76リーダーなんで、アシスト運用とかでも十分強そう。アトビに関しても無効貫7強8個あってね、スキルが2ターンヘイストして進化して76マスリーダーで、進行後1ターンヘイストしてもう1回変身して、2ターン敵全体を火に変化、2ターンダメージ半減5コンボ加算なので、相手に対してかなりの火力を出せるし、軽減持ってるのも偉いし、コンボ加算あるのも強いと。これもなんか使い道ありそうだしね。あとシンプル76マスリーダーが強いですね。真田に関してもやっぱり周回においては結構面白そうでかなり強い性能してるかなと思います。これらもですね、なんともう本日実装です。本日中に実装ということで、まあこのね、既存キャラたちに関してもバンバン動画で紹介していこうと思いますんでよろしくお願いします。じゃあ今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。